はい、皆さん、こんにちは。写真コースの入学説明会にようこそいらっしゃいました。私は写真コース主任の勝又と申します。今日は私と、川田先生、はい、それから、大河原先生、はい、うつてはな 3名で、それから事務局のね、海人さんと佐藤さんと、5名で、主に我々3名で、入学説明会させていただきますので、よろしくお願いいたします。では、写真コースの説明ということでお願いします。まず、写真コースの理念、ちょっと小難しいことを少し冒頭ね、申し上げるんですけれども、まず、初心者の方も多いっていうこともあって、基本的な技術、の習得は、前提としながら、ご自身のですね、作品制作を目標として、写真を追求します。なかなか難しいことなんですけども、写真とは何かという、命題に対して、作品自体をもっと答えていくような真摯な表現者を育てたいと思っています。と同時に、写真のみならず美術芸術や文化について、教員も学生も共に考え研究し合う仲間の出会う自由な広場を目指しています。で、実際のカリキュラムが、どういうふうになっているかということなんですけども、今これ、上からステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4ってなっているのは、いわゆる1年次がステップ1、2年次がステップ2、3年次ステップ3という形で、入学してすぐが上の方ですね。で、最終的にステップ4の卒業制作に至っていくということで、で、大きく分けて今、緑地に白抜きの文字の部分と、白地に緑地の部分とあると思うんですけど、この左側のスクリーン科目と書いてある緑地に白の部分が、スクリーンですので対面する授業ですね。で、オンラインの場合はこういったズームなんかを使って、そういうのを直接会話できる形で行うのが、スクリーン科目になります。それに対して、ご自宅で課題をこなしていただく。で、それを送っていただいたものを教員が添削してお返しするという部分がテキスト科目になります。このスクリーン科目とテキスト科目の両輪で単位を積み重ねていっていただいて、最終的に卒業ということになります。で、スクリーンについてですが、先ほど申し上げましたように、対面の授業ですね、これ実際に、これ写真見てお分かりのように、まだ新型感染症前の頃の写真でだいぶ密ですけども、今は感染症対策をしっかりしてですね、マスクは当然してますし、間もなるべく空ける、あるいは人数もコントロールして行うというふうな形で開いておりますし、また、こちら遠隔授業ですね、オンラインの授業も充実させてきております。じゃあ、実際どういった科目があるのかということをご説明していくんですけども、まず1年次ですね、クリエイティブっていう授業があります。こちら、川田先生もね、ご担当されてるんですけども、皆さん、やはり写真っていうと、外の被写体をカメラで撮るっていうものだと思いますし、実際そうなんですけども、やはり芸術大学のね、写真コースということで、それだけではないと、被写体自体を作っていく、あるいは言葉から発想してもらうっていう形で、作ったものを、作品化するっていうふうなことをしていただきます。これはですね、やはりそういった、ちょっと凝り固まった写真に対する固定概念をまずはね、揺らして、ちょっと柔軟な発想をね、得ていく、あるいはこれからそういったところに向かっていく準備をしていただくっていうふうな、内容になります。とはいえ、いきなりこれやれって言っても難しいので、基礎的な授業なんかもまず、あります。撮影基礎1とかそういった授業があって、そちらでカメラの使い方とか、そういった基本的なことは並行して行います。それから、写真が光の芸術と言われますように、光がなければ実際、ものは映りませんし、被写体に当たる、光、
こちらを、あるいは被写体の背景とかね、そういったさまざまに被写体を取り巻く光をどうコントロールするかっていう、その基本のところを習得していただく、ライティングの基礎の授業があります。こちら京都は、専門の、スタジオがあります。それから東京に関しては、外苑キャンパスに関しては、そういったスタジオ機材を、教室内を、暗室あスタジオに、の形にして、使う形になりますし、遠隔においてはそういった専門の機材ではないんですが、同等の、効果を、得られるような、機材の工夫をしていただいて受講していただくというような形で今設計しています。それから基本的にはデジタルの、写真が今、メインですので、デジタルというものの基本を、初心者の方に分かりやすくお伝えする、授業があります。こちら、岡原先生もご担当されています。からこれも芸術大学に、特徴的かとは思うんですけども、単に写真を撮るっていうだけではなくって、その他、関連する視覚的な芸術表現の中で写真に関連したものとしてフォトコラージュというものがありますので、そのコラージュの素材を、写真で、ご自分が撮った写真も使えますし、雑誌とか新聞とか、まあ、そういった印刷メディアなどからですね、引っ張ってきたものなどを使って構成していただくというような授業が、あります。から、これはステップ2ですので、先ほどのもそうかな、そうですね、フォトコラージュから2年次の科目になっているんですけども、2年次におきましても、デジタルの授業を引き続き、より、デジタル基礎からはステップアップした形で、次の段階の、学びを行います。で、今ですね、ちょっと前の写真ですので、PC が、ね、ちょっと、なんだろう、少し懐かしい形のね、PC が並んだ授業を行ってますけども、実際には、ノートパソコンを、皆さんに持ち込んでいただいて、ご自分の、機材で行っていただくことになります。それから、まあ、いろいろと我々自身もですね、教員も、写真家であるんですけども、まあ、その日常を指導している教員とはまた別に、もう少し上の立場といいますか、ベテランの先生方に好評いただくっていうふうな、授業としてワークショップゼミナールというものがあります。これはもう3年次ですね。もうある程度1年次、2年次で基礎が固まってきたところで、ご自身の作品を、いろいろと批評していただくっていうふうな段階に入っていくんですけども、まあ、こちらの先生がね、今サングラスかけてますけども、金村修先生っていう写真家の著名な先生になります。まあね、こういう風貌だしね、サングラスかけてるかちょっと怖そうに見えるんですが、まあ、実際にはね、すごく優しく丁寧に、真摯に、ビシッと教えてくれるっていうことでね、学生さんたちの 評判とか人望も厚い方ですね。まあ、こういった先生、に、写真家の方に批評していただく機会もありますし、同様に写真を評価する、批評する、それについて書くっていう専門家の方もいらっしゃいます。こちら本学の竹内真理子先生ですけども、まあ、そういった批評家の方、それから、出版社の方、この授業、写真批評であれば、京都は竹内先生と、写真賞を多く出している、赤赤社の姫野さん、姫野先生っていう2人で、東京に関しては、ライター評論家の高澤健二先生と、ケースパブリッシング、それからシャシャシャっていう風な写真集の、制作、それから展示スペース、それから販売サイトなどを運営されている大西博先生っていう形で、批評家ライターと、出版社の方、編集者の方が、の両方タッグを組んだ形で、批評していただくっていうことで、まあ、写真家、評論家、出版社っていうですね、写真に関わる、プロの、そういった人たちからの、批評を、受けていくことで作品の、完成度を上げていっていただいております。
で、いろいろ写真は撮れる、それから、プリントの批評を、受けるっていうことは、まあ、当然あると思うんですけど、さらに最終的にですね、展示もしなければいけないという、しなければいけないって言ったら変だけど、作品発表するにあたって展示をするわけですよね。で、そのための、プレゼンテーションと方法として、今、さまざまな、方法があると。まあ、基本的にはこういったマッティングに関することもしますし、それ以外のさまざまなプレゼン方法についても学ぶプレゼンテーションっていう授業があって、こちらはまあ基本的には全て対面がなくって全て、遠隔で行っていますし、こちらもですね、で、これ説明としてはこちら YouTube のページが見えてると思うんですけども、こういったビデオを見て、理解を深める。だビデオなんて何回もね、見たりできますし、っていう、オンデマンド形式に近い、授業もあれば、今我々がアクセスしている、Zoom を使った、リアルタイムでの双方向的な、授業による遠隔授業っていう、まあそういうね、いくつかの形式で遠隔授業、それぞれふさわしい形で、の形式をまだ今でもね、ちょっと探索しながら、やっております。まあ、新型感染症出てきて、対面の授業が難しくなった。で、遠隔の授業を行おうっていう時、当初はですね、我々教員も学生さんも非常にそんなんでうまくできるのかなっていう不安を持ってスタートしたんですけども、まあ、いざやってみますと、こういったチャットの機能とか、Q&A の機能とかあるので、対面でやるよりも、もっとちょっとね、気が弱くって、口頭で聞くのはちょっと気が引けるとかね、ちょっと新幹線とか飛行機の都合があるから、あんまり残っていられなくて、すぐ帰んなきゃいけないから質問ができなかったみたいな人たちでも、さっとね、質問したりとかもできるし、遠隔は遠隔ですごいメリットが あるようです。っていうことが分かってきたんでね、我々も自信を持って、お勧めできますし、授業の方も先生方も慣れてきて、だいぶこなれてきている形だと思います。それから、先ほども見せたカリキュラム上でのですね、写真コースの、必修の、授業だけですと、卒業の単位には足りません。で、とはいえ、同じ授業ですね、2回取ったりということはできないんですけども。それを補うようなというわけではないんですが、市民講座として本学が開催しています芸術学者、それから履修証明プログラム、こういったものを利用して写真関係の講座をですね、選択されて、で、単位を取得を積み重ねていらっしゃってる卒業生、在学生が多数いますので、こちらもぜひ検討してください。で、履修証明プログラムの中には、本コースの方がですね、デジタル中心にシフトしてしまいましたので、そこから漏れている銀影について、で、特にデジタルでね、世の中が中心で回ってくると、むしろ銀影、フィルム、どういったものだったんだろう、ぜひやってみたい。あるいは昔やってたんだけど、もう一回やりたいとかね、まあ、そういった要望も多いんですね。ですので、こちらの履修証明プログラム4回あるんですが、こちらも人気の講座になってます。こちらは京都の暗室を使って、本学の暗室を使って行います。それから、東京、京都、だけではなくですね、地方に行って、特徴ある授業を行っている講座もあります。こちらの鳥取で行われているフィールドワークはですね、上田昌司、鳥取が生んだ世界的な写真家である上田昌司さんについての貴重な資料をご親族からご紹介いただき、いわゆる上田蝶と呼ばれる写真作品についての理解を深めた上で、実際の作品の舞台となった場所を訪れ、撮影を実施するということで、こちらも川田先生に、ね、行っていただいているんですけども、こちらの、ね、左上の方が上田昌司さんのご子息の、方になります。まあ、こういった方の、ね、
お話も伺ったりしながら、ドットイで行う授業もありますし、今ここに移っているね、田中仁先生が、まあ、上田先生の、研究者でもあるんですけども、その先生、田中先生が行っている、フィールドワークっていう授業が、あります。あ、長野の方のフィールドワークという方は、まあ、本科のカリキュラムの方に山岳写真、ネイチャー写真っていう項目がないっていうこともあって、山岳を中心に風景写真について学んでいる授業です。こちら両方とも、地方に行くっていうこともあってね、特に他のエリアにお住まいの方にとっては少し小旅行的なところもありますしね、食べ物もとても美味しいっていうふうに聞いてるんで、まあ、リピーターもねいて楽しくされてるようです。まあこういったものもね、ぜひ利用されて学びと単位習得をね進めていっていただければと思いますし、それ以外にもこういったスナップ写真の授業ですとか、あるいは先日などはスタジオを使ったライティングとポートレートを撮るっていった授業なんかもありますので、ぜひですね、本科の学びの法則の含めて履修していっていただければと思います。でまたそれとは別に特別講義というものがあります。こちらは単位、にてはないんですけども、活躍中の写真家の方、批評家の方などをお招きして年に4回ほど行っております。今週もね8日に、平日なんですけども行うんですが、まあ、またそれはね後日一般公開をしますので、そちらをまたご覧いただければと思うんですけども、こういった森山大道さんとかですね、大石芳野さんとか、たまには海外の方とかですね、いろいろと行っております。まあ、今まで、していただいた方はこういった方たちですね、まあ、ちょっと漏れてる人もいるかと思うんですけども、まあ、こういったさまざまな写真家の方の生の声を、聞いて現行の、写真界、あるいはアートの世界の、状況などについてお話しいただいています。まとめますと、スクーリングは、週末と、連休、まあほとんど週末ですね、土日に2日間で連続して開講しています。こちら、こういった対面の、講座もありますし、遠隔の、講座もあります。そのスクーリングに関しては、事前課題っていうのが出されます。ですのでスクーリングを受講する前にその課題をしていただいて、そちらを持参していただく、あるいは事前に提出していただくっていう形で、スクーリングに臨んでいただくんですけども、その事前課題を確認していただくために、アユという本学の、ウェブに入っていただく必要があります。ですので、それを確認していただくためにはPC とインターネット環境が必要になります。でスクーリングにつきましては、さっきのステップ1、ステップ2っていうのの1年間にあたる部分に6科目、配当されています。でこれは写真専門科目でして、他に共通教育、いわゆる、まあ、一般教養って言われるような科目もですね、まあ、1年次入学か3年次入学かによってどれだけ取らなきゃいけないという量が変わってくるんですが、そういったものもあります。ここでは写真コースの専門課程について、ご説明しているんですけども、それから開講場所としては東京と、京都ですね、こちら周辺で開講しています。それから、まあ、全て1から3年次は必修科目になります。で、受講順序はないんですけども、まあ、できればですね、ステップアップ1年次、2年次、3年次っていう順番で、取っていただけると、まあ、より分かりやすいかなと思います。もちろんすごく知識があるとかですね、経験が豊富だっていう方は、まあ、どこから取られても大丈夫だと思うんですけども。ただし、また後で説明するかと思うんですが、ここを取ってないと、こっちが取れないみたいなところがね、一部あります。
それから、テキスト科目ですね。こちら自宅学習になるんですけども、こちらもすべて必修になります。で、各2科目と書いてあるんですが、ちょっとわかりにくいのは、1科目が2課題。だから、1年次に2科目あるんですけど、その2科目のうちの1科目ごとに2課題あるから、全部で4課題やるっていうですね、1年が。1年相当にね、4課題やって、で、そのセットになっている2課題をクリアして、で、やっと退任ってなります。で、こちらも、年次ごとのステップアップになってますので、こちらはね、実際1年次のやつを先に全部やってからでないと2年次受けられないっていう形になってます。が基本的にプリントで提出していただきます。まあ、だからといって、プリンターをね、皆さん用意しなきゃいけないっていうわけではなくて、外のね、ラボとか、コンビニはちょっといないかもしれませんけど、そういった出力するところで出したものでも全然構いません。それから、提出する枚数ですけども、課題によって、2枚から20枚と、まあ、ちょっと幅があるかと思うんですが、それは課題の内容によって変わっています。まあ、そういったですね、形で、1年次から3年次までの スクーリングとテキスト課題を、履修、単位習得していただく、あるいは、まあ、2年で卒業っていう方は2年目に、2年目に、並行して、取っていくものもあると思うんですけども、卒業制作、4年次ですね、こちらの方に入っていく、資格というか、段階になります。で、こちらも、同様に、対面のスクーリングと、テキスト課題、その両方が、あります。今、上はね、基本的にスクーリングの状況が映ってますけども、こういった真ん中、学生と教員がいて、行って、対話で行っ、あ、直接ね、対面して行っているものもあれば、この、遠隔のシステムですね、こちらを使って、ディスカッションするっていう場合もあります。ですので、まあ、参加の方法はね、まあ、実際には直接来ていただく方がコミュニケーションは取りやすいんですけども、特にプリントの、ね、質とか、あるいは他の人の作品がどういった形でされているのかっていうのをご覧いただくには、やっぱり来ていただくのが一番なんですが、まあ、とはいえね、難しいという方もいらっしゃいますので、遠隔も対応しています。で、こちらも、1から3年と同様に、6回年間スクリーンがあります。で、東京と京都で、基本的には、同じように開講しています。で、1年間を通じて作品を制作していただきます。で、そのスクリーンに連動する形で、卒業制作の作品に関連した課題が2つ出るのがテキスト課題になっています。で、年に6回あるんですけど、そのうちの2、4、6回目っていうのが公開審査会っていうものになってまして、これはまあ、まだみんなね、マスクしてないミスの状態なんで、今はもっとね、間空けて、それから、まあ、公開とは言ってもね、後日動画で公開っていう形で、実際に、今は教員と、卒生を実際に受講されている方、だけでやってるんですが、以前はね、こういったって言っても分かんないと思いますけど、卒業生の方とか、あるいは在学生の方とかね、もう含めての公開審査だったんですが、今は着手と教員だけの審査になってまして、で、まあ、これは何をするかっていうと、まあ、ご自身の作品をね、プレゼンしていただくんですけども、まあ、いきなりね、こうやって大人数の前で作品、自分の写真出して、話せって言われても、まあ、ちょっと私は難しいわっていうような方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、1年次の段階からね、少しずつ、課題、スクーリングのね、時に提出された、課題に対して、一言二言コメントいただくっていうところからが始めていきますので、まあ、いきなりこうやってね、人前でバンって喋らせるってわけじゃないので、ご安心していただきたいのと、まあ、慣れると皆さんね、本当にね、いつまで喋るんだろうっていうぐらい、
話すのも慣れてきて、堂々とプレゼンしていただきますので、その辺はご不安に思わないようにしてください。で、無事卒業となりますと、卒業制作展というものになります。今年もですが、今年はですね、2年ぶりかな、実際対面で行うことができます。3月の13日から、うるい山校舎で、行いますので、ちょっと予約がね、まあ、こういった状況なんで必要ではあるんですけども、ぜひね、またご案内とかね、チャットの方に載るかと思うんですが、ぜひね、先輩方実際どういう作品を作って、卒業を迎えているのかっていうね、作品を見てご覧、ご確認いただけるいい機会ですので、ね、ぜひご覧いただければと思います。まあ、皆さんのね、2年後以降の、姿かなっていうふうなところありますので。で、今年度に限ってはちょっとないんですが、写真コース独自の卒業制作展っていうものも、ニコンさんとかキヤノンさんとかそういったメーカーの方のご協力のもとに行っております。ちょっと来年以降はね、またどうなるか、相談しているところですが、行う可能性があるっていうこともね、楽しみにされていてください。では実際卒業制作の作品どういったものがあるか、今までの事例をちょっと見ていくんですが、まあ、全部見るのも大変なので、学長賞っていうですね、一番良い、賞をもらった ものが、何人かいます。で、これは日本画、洋画、陶芸、染色、それから写真っていう美術科5コースの中から1名だけ毎年選ばれるっていうものですので、毎年各コースから1人ってわけじゃないんですね。選ばれてますので人数が限られているんですけども、この方はごめんなさい、30代ぐらいかなの女性の、方で、中距離の方でしたけども、まあ、こういった、顔の見えないセルフポートレートを、色とか、その色も含めた、オブジェクトとの組み合わせで、作品化されているんですが、セルフポートレートっていうね、課題が、どこの学校っていうのは、この方はもともと日本で写真の学校に行かれて、その後、アメリカ、ニューヨークの写真の学校に行かれて、で、また日本に帰ってきてからもう一回本学の通信に入られたということで、まあ、3箇所ともですね、セルフポートレートの課題を出されたということで、これは普遍的な表現にね、直接直結してんじゃないかということで、自分内のセルフポートレートということを探求されて、まあ、こういった作品を作られたということだそうです。からこの方は、50代ぐらいですかね、女性の方で、北関東の方なんですけども、まあ、こういった一見して平面的なものとね、分かる、そしてまあいくつかの色色面でね、構成されたら作品なんですけども、まあ、いろいろ地面とかね、まあ、そういったものから始まって、最終的には顕微鏡ですとか、あるいはバルーンでね、カメラを空中に飛ばして、で、そこから俯瞰して撮影したものとかですね、まあ、そういう被写体との距離感がね、さまざまなものを、こういう色面構成的に、展示されたという作品ですね。それからこの方もセルフポートレートで、なんですが、この方は、40代ぐらいの女性の方で、関東の方ですね。映画の研究者の方で、で、まあ、アラブ映画の研究者の方なんですが、ハリウッドに、代表される、欧米の、映画の中で、まあ、最近はないんですと思うんですが、以前の、ちょっと前までの、ね、映画になると、いろいろと今となっては差別的な表現とか、あるいはある民族とかある国とかの人たちに対して、
偏見を持ったような表現っていうものがなされてたかと思うんですけども、まあ、そういったステレオタイプを、あえてね、戯画家的に、自ら演じるっていうことで、批評しているような、作品になります。からこの方も40代の女性ですが、まあちょっと今のところ全員ね、学長賞いただいてる女性なんですけど、この方はね、内容云々というよりかはイメージとその作品の素材、それから、作品集の、重厚さ、多様さ、それからレイアウトなどの秀逸さっていうところで評価された方なんですけども、この本がね、結構厚くて大きいんですけど、審査の対象になっていて、もともと素材のメーカーにね、お勤めっていうこともあって、こういった不織布に印刷したりとかですね、そこに刺繍を加えたりとか、あるいはタイトルの元にもなっている用紙を利用した表現をしたりとか、まあ、いろいろ手の込んだね、本作り、それからまあ展示の際も非常にこういった額にしろ、こういった調度品、椅子とかそういうのも全部特注でね、作ったりして、まあ、そういったこだわりがね、認められて、学長賞いただいたっていう方です。この方は関西からお仕事の都合でね、途中で東京に移られましたけど。それからまあそういった学長賞で、ちょっとここには入ってないんですが、その後も2年連続でいただいてまして、一人の方は、最近も非常に活発に、写真展とかもされてたり、あるいは写真集をね、ちょっと、ご自身のね、病気のお子さんとの、作品なんですが、まあ、それをね、いろいろ、野田聖子さんとかね、そういった国会議員の方とか、いろんな人たちがね、買って、いろいろそういった部会で、配布したりしてですね、割と、いろいろ、SNS 上ではかなり、話題になってる人なんですけど、まあ、そういった方ですとか、あるいは昨年度はね、ついに男性の方、60代の、中部地方の男性の方が、学長賞をいただきまして、その作品は、パートナーの方がね、にいろいろと、ポートレートなんですが、まあ、いろいろと、いろんな紛争をしたりとかですね、まあ、その方がやはり重い病気から回復されて、その時に自分をいろんな状況で撮ってほしいっていうのがね、依頼があって、で、2人で協力して撮っているっていうの、作品だったりして、まあ、また機会があれば、ウェブなどに一部載っていると思いますので、ぜひご覧いただきたいんですけども、まあ、そういった形ね、写真コース連続して学長賞をいただいてます。なのでね、あまりうちばっかりもらっても申し訳ないので、まあ、今年あたりは他のコースに、ね、なるかとは、かどうかわからないですが、まあ、何せか学長がね、選びになるので、ちょっとこちらからお譲りしますというわけにはいかないんですが、まあ、そういった形でね、学内でも評価されてますし、同時に今、ここで出ています、加納さんのように、中学の方もね、通して、学内で唯一選ばれるような賞にも選ばれているとかね、まあ、写真コースの、ね、評価が学内でも高まってますし、それ以外にも、対外的にもこういった写真集を、出されている方、多数いらっしゃいます。まあ、この後もね、いろいろと出てると思うんですが、ちょっとこちらのデータをね、足していくのが追いつかないぐらいに皆さん、対外的な活動をされていますし、下にあるようにですね、いくつか受賞されている方も、いらっしゃいます。で、写真集もね、例を少し、出しますが、この高橋さんは70代の男性の方で、東北にお住まいですね。震災の前からですね、福島の浜通りとか、あるいは名取仙台のエリアをずっと撮影しておられたんですが、まあ、その後、まあ、会えたことになったので、その以前に撮っているものも、以後に撮っているものも、非常に貴重な、写真ということもあって、
こういった写真集も出されてますし、仙台メディアテイクなど中心にですね、発表活動もされておられます。それからこちらは、北さんといって、今ですね、通学の、大学院の方に行かれて、いるんですけども、在学中からこういった形で写真の、作品の、出版もされてますし、今はどっちかというと、研究ですね、そちらの方でも積極的に院政を、ね、引っ張るような形で、しておられます。まあ、そういった方ですとか、今はこれはね、卒業するときにカタログみたいなのを出してたんですけども、今はウェブ上で見れる形になってるんですが、まあ、この中でね、真ん中の例、斉藤さんなどは、先ほども紹介にありましたが、日本の方で、行っている、個展の中で1年間の、ね、1人だけ選ばれる、三木准賞というものをいただいたりとかっていうことで、まあ、いろいろと写真コースの、ね大学生、OB に対する、評価というものも、高まってますし、認知も上がっているという状況です。とはいえね、別に作家とか発表活動することだけが目的ではないので、楽しくね、趣味を充実させる形で来ている方も多数おられます。はい、では、コースの特色をちょっとまとめますが、最終的にはね、卒業制作においては、作品を一つ作っていただく、皆さんの代表作、デビュー作になるような作品制作っていうものを目標に、体系的に学習していただきます。初心者の方も多数というかほとんどの方は初心者の方です。そういった方が基礎から作品を社会に発信するまでを学習しておられます。また、通信教育ということもありますので、個々の生活、お仕事の環境に合わせて、ご自身で多様な学習スタイルを選んでいただきます。で、今申したように、現役生卒業生は活躍しています。京都でね、これから京都グラフィーっていう、割と写真のイベントとしては大きなイベントがあるんですが、そちらの方でも、今年は私が聞いているだけで3名の方が個展をするというふうに聞いています。それから、コース独自の卒業制作展ということで、今年度は行えないんですけども、またメーカーの方と協力して行う展覧会を予定しています。また、東京だけ京都だけ、でひょっとしたらうまくはまれば遠隔だけでも卒業可能な状況になってきています。で、対面および遠隔授業を選択できます。今のところ、ごく一部ね、どうしても対面でないと難しい科目、以外は遠隔で、受講できます。それから3年次編入の方は最短2年での卒業が可能です。まあ、結構大変ですけれども、毎年ね、いらっしゃいます。ですので、不可能ではありません。じゃあ実際ですね、どういった機材などが必要かというと、まあ、まずはカメラはね、やっぱり必要ですね。デジタル一眼タイプカメラですから、ここにミラーレス買ってありますよね。一眼レフじゃなくてもいいんですよね。最近はミラーレスの方がね、多いと思います。まあ、微妙にちょっと軽いとかね、いろいろ利点があります。もちろん一眼レフでも構いません。で、こちらスクーリングでのことになります。で、それに対してテキスト科目は、必ずしもデジタルでなくてもフィルムカメラとかね、別にスマホで撮ったものでも大丈夫です。プリントで提出していただきますので、それからカメラに合った三脚が必要になります。三脚っていうのは結局、暗いところとかね、光の量が足りないところで、被写体をぶらさずにね、撮れるような固定カメラを固定するものですね。それからそれに付随して、三脚とセットで使うもので、レリーズというシャッターボタンにね、直接触れずにシャッターが切れるもの。それから事前課題や修羅場所を確認していただくための PC とインターネット環境がご自宅必要ですし、一部の、スクーリングではネット PC、ノート PC をお持ち込みいただいて、
授業を受けていただきますので、そういったものが必要になります。それから、年次が進んでいったデジタルの事業関連では、Adobe の Photoshop ですとか、プレミアといったソフトも必要になってきます。で、事業においてですね、あるいは作品において、使われるプリントの用紙代とかインク代などは、必要になってきます。これはまあ使った分だけ事業の中では、カウントしていただいて、実費をいただくということになって後日実費いただくことになっています。で、私が着任してからですね、学生着実に増えてまして、いろいろと、口コミとかでもね、広まってるようなんですが、ここだけの話、授業が楽しいと。それから、卒業生、現役生が、活躍を広げていると。それから学生や講師、それから学生同士のつながりも卒業も多くて、それがメリットにつながっているとかですね。で、変な話、中退したり休学したりね、やっぱり通信なんで、いろんな世代の方、いろんな地域の方ね、今日もいろいろ、ちょっとお顔が見えないんでね、聞けないんですが、いろんなとこ集まってらっしゃると思うんですけども、本当に、北は北海道、南は沖縄、どころか海外の人もね、いたりしますので、いろんな人たちがいるので、いろんな事情でね、途中で来れなくなる、あるいは、ちょっと休学して、もうちょっと作品をね、煮詰めてから復活しますとかね、そういう人もいます。で、そういった人たちも変わらず仲良くされています。それから先ほど申しましたように、写真会自体のからの認知も高まっています。それから写真コースブログや SNS で、そういった卒業生、在校生、あるいは教員のですね、発表、などの情報を発信していますし、AIU コミュニティっていうのはね、これから本格的に始動するんですけども、学内の、SNS なんかでもいろいろと情報を発信していきます。そういった形でね、一通り、ご説明したんですが、ちょっとご説明がね、足りなかった部分があるんですけども、遡りますね。なんかいきなりコラージュとか、初心者にやらせるのかって思われて、ちょっと、人によってはね、ビビったというか、私コラージュとかよくわかんないし、知らないし、何コラージュって思うという方もいらっしゃると思うんですが、例えばですね、そのコラージュに関してはテキスト科目に、もあり、スクーリング科目もあるんですね。ですので、よくご存知の方はいきなりテキスト科目提出されてもいいと思うんですが、いや、本当さっぱりわからないわっていう人に関しては、このコラージュのスクーリングを受けられて、教員の説明とかを受けて、で、その熱が冷めないうちにテキスト科目に取り組んでいただくと。そういった形でね、すると比較的このテキスト科目も、困難なくね、提出できると思うんですね。で、同様に、他の科目なんかでもですね、例えば、こういったシボイトシャッターとかね、量子創生とか、そういった基礎的な、科目については、こういった撮影基礎とか、クリエイティブとかですね、写真原理ピンホールなんかの授業でも、割とその辺には触れますので、そこで、なるほどねって思った状態で取り込んでいただくと、提出がしやすいと。そういった形でスクーリングとテキストをなるべくできるだけ連動させるようにしています。そのことによってやっぱりね、自宅学習がね、皆さんハードルになることがね、多いんですよね。やっぱり孤独でね、今やっぱこういう状況だから、よりなんかね、人と会う機会も少なくなっちゃってるじゃないですか。そういったところもあって、やろうとは思うんですよね。作品、課題に、取り組もうとは思うんだけど、なかなか進まないっていう方もね、いる中で、スクーリング受けたと。そしたら、その時に得たものをね、冷めないうちに使っていただいて、スムーズにテキストをね、科目を提出できるようにっていうふうに、一応考えてますので、一応って言っちゃうやな、連動して、組み立ててますので、ぜひ、そこはうまく回してですね、単位習得をね、進めていっていただければと思います。
ちょうどですね、質問が、終わりましてですね、時間も非常にいい時間になったんですけども、意外とね、聞かれる質問で多いのは、やっぱりこう初心者なんですけど大丈夫ですかというような心配になっておられる方も結構いらっしゃるんですけども、そのあたりはね、心配しなくて大丈夫です。ただやっぱりね、勘違いしてしまわない方がいいのは、いわゆるね、カメラについて学ぶということではなくて、やはりこう写真について学ぶんでいくということなんですよね。で、その中に、カメラについてを学ぶ。で、まさに、初心者であっても、カメラの扱い方、いわゆる自分のカメラについてしっかり操作ができるように、なっていくような科目がありますので、そのあたりはですね、安心して、学習に取り組んでいただけるかなというふうに思います。はい、じゃあちょうど時間になりましたが。ね、じゃあ最後に先生方から一言ずつお願いできますでしょうか。はい、じゃあまず私からいきましょうかね。はい、皆さん、短い時間でしたけども、お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。いろいろ悩んでいたりとかですね、考えている方もいらっしゃるかもしれないですけども、やはりね、写真について学びたいっていうような好学心、写真について知りたいっていうような好奇心、そういったものがね、あればもう十分ではないかなというふうに思っております。そういった気持ちをですね、持ってですね、ぜひ、春からですね、写真を探求する仲間が、増えるということを我々非常に楽しみにしておりますので、またまたぜひぜひですね、お会いできる機会をですね、楽しみにしております。はい、私の方からは以上です。はい、では続きまして大河原と申します。本日はお集まりいただきありがとうございます。そうですね、まだ来年度から結構オンライン授業が各授業増えてきまして、私もオンラインの方で担当させていただく授業もあるんですけれども、まだまだこうなんていうんですかね、コロナウイルスもこう収まりを見せないというか、まあ、いろいろなその生活の状況が変わっている中で、オンライン授業というのもですね、ただまあ変わりというだけではなくて、まあ、もっとポジティブな意味で、学んでいけるというふうな体制をこう一授業を担当する個人としてもですね、すごく考えておりますので、質をどんどん上げていこうというふうに、今こう準備をしておりますので、ぜひ楽しみにというかですね、安心して、ご入学ご検討いただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当ね、この日曜日のね、お忙しい中ね、お集まりいただきまして、本当にありがとうございました。まあ、いろいろ大変な状況ね、今、世界進行してますけども、まあ、そういった中でね、学ぼうっていう意欲を持っている皆さんにね、非常に素晴らしいことだと思いますんで、ぜひともね、ワイワイの仲間になって、いろいろな活動をね、共にできればと思ってますので、ぜひ、ご入学いただければと思います。今日はね、本当にお集まりいただいてありがとうございました。また4月以降にね、入学式やガイダンスや、スクリーニングなどでお目にかかることを楽しみにしてますので、その時はね、皆さんのお顔と名前が、ね、分かると思うんで、ぜひね、対面したいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。これからアンケートの方ね、画面出させていただきますので、そちらの方にご回答を、お願いいたします。では本当にありがとうございました。